はい、皆さんこんにちは。日本全国 MTK チャンネル、パチパチパチ。はい、日本全国の健康経営の実践者ということで、毎週毎週毎回毎回、全国のリージョナルエージェントの方、パートナーエージェントの方に順次ご出演いただいております。今日はですね、千葉の健康経営を熱く推し進めていらっしゃいます、今日は千葉のリージョナルエージェントの村上和則さんにご出演いただいております。じゃあ村上さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあインタビュアーの MC 松尾さん、どうぞ。はい、村上さん、本日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。税理士の松尾と申します。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。では今日はですね、ご出身は横浜で、活動拠点は今千葉だということで、はい、はい、ぜひですね、今日は熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は冒頭鈴木が話しましたように3つご質問させていただきますので、よろしくお願いします。はい、まず最初の1つ目、今のご本業ですね、を含めた自己紹介、そしてリージョナルエージェントを始められた動機ですね、をお願いいたします。はい、改めましてよろしくお願いいたします。私ですね、千葉県富里市にございます三井温熱株式会社の村上和則と申します。三井温熱というのはですね、こういった体を温める機械を製造販売している会社でして、こちらきちんとした医療認可を取った機械で体を温めるということを、もともとやらせていただいている会社でございました。まあ、そちらでの第一営業部に所属させていただいておりまして、メインはですね、温熱療法というカテゴリーがあるんですけども、それを学ばれた、皆様のですね、バックアップをさせていただくお仕事をさせていただいておりました。まあ、今はですね、それとともに健康経営を会社内でも、または地域でも広めることをやっております。それでですね、リージョナルエージェントに手を挙げさせていただいた理由なんですけども、まあ2年3年ぐらい前からですね、弊社も健康経営というものを導入させていただいて、社内でも健康に関することをいろいろやっていました。それとともに、弊社の、取り巻く法人様に向けて健康経営もですね、導入の方を推進めていたんですが、一社でですね、それをやろうとしてもなかなかと、うまい具合に広がっていかない、単発で終わってしまうんですね。ある方に、松本代表をご紹介いただいて、まあ、チームを作って健康経営を推進できるということを、ご紹介いただいて、これであればですね、広められるかなというふうに思いました。しかも得意分野はですね、生かず仕事の内容で、各々ができることをやっていくということ、非常に効率が良くて、それでまあちょっと手を挙げさせていただいて、どうせやるんであれば、千葉県の中でですね、チームを作る、ことをできる、リージョナルエージェント、これをした方がいいだろうという社内判断もあり、現在に至るという形になっております。はい、はい、ありがとうございます。では2つ目のご質問ですが、先ほど冒頭おっしゃられたように温熱の機械をお扱いになっているということで、御社の強みですね、はい、そして今後の、まあ、営業活動のをお願いいたします。はい、かしこまりました。ですね、もともと健康増進ですとか健康づくりのために、またちょっと体を患われた方が、この温熱治療器を使われていたんですけども、まあ、弊社が、発足して、まあ、20年以上経つんですけども、直接、患者さんであったりとか、健康増進されたい方々とお話をしてですね、いろいろな結果も出してきてますし、直接、その患者さんの声も聞いてます。それで法人様ですねにおかれましても、冷えであったりとか、あとは体を害されたりとか、あとは自分の気づかないですね、不調を抱えていらっしゃる方がたくさんいると思うので、専門性を持ってそちらの方々を健康にしていくことでですね、本来のポテンシャルが出せるような、ことができる、そういう強みがございます。また
今後に関しましてはですね、今、急ピッチで直接企業さんに提案ができる商品作りというものをチームメンバーとさせていただいておりまして、まもなくそれがお披露目できる形になると思うので、そうなった時点で、まずコネクションのある企業様にですね、健康になっていただく道筋をご案内していくことができるというふうに思ってますので、非常に楽しみかと思っております。以上です。素晴らしいですね。ありがとうございます。では、村上様、最後の質問ですが、はい、はい、この健康経営ですね、JHC に取り組むにあたりまして、さまざまな健康に関するプロフェッショナルの集団、チームだを結成されているということなんですが、はい、今、全国、千葉を拠点とされておりますが、この放送自体というか、YouTube 自体、全国で、見られるわけですが、ぜひ、健康経営を自社に導入するにあたって、ちょっと躊躇なさっている、ご検討されている経営者の方、または同じ立ち位置で、ぜひ私の自社の商品を健康のそういった企業に、紹介していきたいという RA の方、もしくは PA の方もご覧になっていらっしゃると思いますので、ぜひそういった方々に応援的なメッセージを最後にお伺いできればと思いますので、お願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、弊社も最初は一社で、先ほど言いました通り健康経営をですね、推進していこうというふうに鑑みてたんですが、なかなかとですね、うまくいきません。それとあと弊社の場合は温熱治療器を販売する会社ですので、まあ企業様にですね、温熱をやりませんかというふうにドアノックしてもなかなかとですね、うまく入っていけなかったんですね。ところが先ほども申し上げました通り、この JHC さんの仕組みをですね、利用していただくと、チーム作りの中で自分が得意とする部分だけをですね、仕事としてやっていけばいい。それは非常に効率もいいことですし、苦手分野はやっぱり皆さんやりたくないでしょうから、自分のやりたいところだけをしていけばいいだけですので、まあ、手っ取り早いし、効率もいいんですね。ですので、もし一社で健康経営を、またお一人で健康経営を広めようとされている方がいるようであれば、ぜひチームの中に入っていただく、またはチームを作る RA という立場に立たれて、一緒になって、推進をしていく仲間作りをされたらどうかなというふうに思っています。我々が発足したのが2月になりますが、毎週水曜日の朝、ミーティングをしております。そのミーティングが来る日が皆さんですね、待ち遠しいと、みんなの顔を合わせるのが待ち遠しいと言ってくれるようになってます。それぐらいですね、意思の疎通もできてくるし、私は一番モットーとしてはチーム作りということを優先してやってますので、ですから皆さん一人で抱え込まずに、皆さんで問題を共有していただいて、いいことも共有していただいて、健康経営を広めていただければ、それが本当の健康かなというふうに思いますので、ぜひ一緒に健康経営を推進していきましょう。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしいですね。すごく聞きました。村上さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ご質問は以上となります。はい、はい、ありがとうございます。はい、村上さん、素晴らしい言葉ありがとうございます。で、最後にいつもの締めの言葉、締めのポーズで決めたいと思いますので、はい、よろしい、準備いいでしょうか。はい、はい、せーの、みんなで楽しく健康経営、健康経営。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。